カンコレやんけ。あ、これが噂の何でしたっけ。入寮学校広げない入寮。えい、多分ね、はい、ID 取れらずよ。え、 ID 取れらずよ。あ、もう取れます、うん、よし、やらなきゃ。昨日、昨日じゃない、この前かな、はい、やろうとしたら僕に ID 聞かれたから、はい、あ、入りました。よし、あれ取れるはずと思って待ってました。めっちゃ待ってました。ね、ずっとやろうやろうやろうってどんだけ待ったから。やっと104可能さついた。あ、まだ先は長いですね。104か、まだやってまだ半年か。半年。あ、でも半年で100も集まったらやばくないですか。やばくない、やばくない。そんなとこ集めにくいから。104か、マックス何でしたっけ。200ぐらいでした。230、まだ半分いってないんだよな。100集めて半分いってないのか。恐ろしい世界だ。大丈夫、同じの出てきても許可ができるから。ああ、そっか。あ、買いにでしたっけ。そうそうそう、うん、それ以外にパラメントあげられるからさ。ああ、そっか。お、ちょっと今週からメール読まないことにした。あ、そうなんですか。パソコンないんで。ああ、パソコンがない。オッケーです。確認できないんで。はい、はい、始まりました。ねえねえ、聞いて聞いて、イエーイ、始まりましたよ。皆さん聞いてますか。聞いてますかね。皆さん、今週はディースケとちょんとです。イエーイ、またタイマンです。いや、誰か来るはず。誰か来る、誰かな、スペシャルゲストかな。というわけで、スペシャルゲストだったらいいんだけどね。スペシャルゲスト、まず今日の話題からしてね。はい、投票行った。そうなんですよ、まだ行ってないんですよ。行った、まだ行ってないんですよ。終わったら終わってバイトがあるので、その間に行こうかなと思ってます。一応行かないと。本当ですよね。そうなんですよ、ね、清き一票投じていきますよ。8時までだったはずなんで。セーフですね。終わってギリギリじゃない。ギリギリですね。終わっても、急いで行ってギリギリいい感じですね。まあまあ、行けるので全然行ってきますよ。選挙か、今回は参議院か。参議院6年に1回でしたっけ。参議院は、そうか、6年に1回か。参議院か、もうこの辺懐かしい。この衆議院参議院を小学校でどっちも同じだろって、なんで違うんだよって。4年と6年で周期が違うじゃないですか。レベルが違うんだよ、レベルが違う。そうなんですよ、別にいいじゃん、6年でどっちもいいじゃんと思ったんですけど、ちゃんと勉強してみると、あ、なんでこうなってるのかなってのわかるんですね。期間じゃないんだよね、内容なんだよな。そうなんですよね、本当はな。衆議院の方がちゃんと国民の意見が反映されるから、あの、移り変わりが激しいってことなんですけど、参議院の方は安定させとこうってことで6年らしいですね。あんまり、まあ、そこはですね、あまり言わないことにしよう。言わないときますね。それぞれなんで。内緒にしておきますか。選挙ですね。はい。タカちゃん、今日大会なんで、いないんですけど。はい、待ってました。決勝まで残ったらしい。イエーイ。タカちゃん。そうなんですよ。我らがタカちゃんですね。何の大会っていうんですか、あれ。なんだっけ、水着の似合う美しさでしたっけ。なんかボディーラインでしたっけ。そうそんな感じ。なんか、なんていうんですか、か、ん、魅力的な、水着が似合うだったか、魅力的なボディー。今日あれば、はい、終われば禁止が解けるんだよ。あ、
そうなんだよ。あの今日で決まるんですか。今日の大会終わったら禁酒が解禁になると。やったー、もうこれは飲まなきゃ。今日行くんじゃない？え？今日行くんじゃない？今日です。早っ。そうか、そうそうそう。大会のためにお酒我慢したけど今日ついにですね。そうそうそう。めっちゃ我慢したからね。やばかったですよ。前回の飲み会の時も私だけ飲めない私だけ飲めないしてたのに反応がすごいんじゃないか。そう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 。すごい。だから今日は潰れるんじゃないかな。それに付き合えないのは残念ですが。でもなんだろう、結果聞きたいよね。そうですね。いつ結果待ってるんだけどさ。まだ来ないんだよ。まだ来ないか。ああ、ちょっとドキドキですね。結果が気になる。気になる気になる。いや、優勝したらタカちゃんにおごらないと。タカちゃん優勝飲み会を開催しないといけないですね。そうだよ。じゃあもう場所はあそこで。あそこで。例のあの場所。どの場所？わからない。わかってる体じゃなかったんだ。まあまあまあ、これは結果楽しみですね。ディスケをバイトしてるところでみんなで飲むと。やめろあ、でも全然遊びに来てください。僕ギター弾いてるんで。うん。昨日もなかなかすごかったですね。昨日やばいんですよ。ずっとギター弾いてました。普通あの9時からスタートして12時ぐらいまでなんですよ、うん、もうそれかまあ時々3時までみたいな、どんなんなくても4時までなんですけど、昨日スタートが8時スタートだったんですよ。8時スタートから一切お客さんが途切れないで4時までギター弾いてました。やばいっす。やっぱプロのアーティストってそれ考えたらえぐいですね。プロじゃないの？半分かな。一応ギターとお金ももらってるので、プロっちゃプロなんですかね。ジブロ。まあまあまあ半分プロみたいな。すごい。やばいんですよ、お客さんのテンションが半端じゃない。行ってみたいな、そこ。いや本当に来てくださいよ、すごいんですって。面白いですよ。いつ行こうか機会見計らってるんだけどさ。本当にねえねえ、聞いてメンバーで遊びに来てくださいよ。だからみんなでちゃちゃ入れに。いや普通にカラオケでもあるんでお酒飲みつつまあカラオケもするみたいな感じで。あ、そうなの？そうです、あのバンドプラスカラオケみたいな。あ、だからその名前なんだ。そうだ、リアカラーっていう名前で。なるほど。宣伝していくみたいな。みんな遊びに来てね。ちょこちょこならまあまあ。オピラはダメだけど。オピラダメな感じ。あれでもあれジジもやってるんでしょ。そうですね、ジジも。ジジは。被らないの？え？被らないの？二人。結構、あ、そうですね、ジジはなんかそのなんですか、12時前までの時間に映画館のバイトやってるので。あ、入れ違いになるんだ。そう、入れ違いになったり、まあたまに一緒になったりしますけど、昨日も被ったり。僕がずっといるときは被ったりします。あは本当に。おはようございます。スペシャルゲスト来ました。スペシャルゲスト待ちました。おはようございます。今日来てよかったね。美味しいのがあるよ。マジっすか。よっしゃ、すいませんね。いえ、お久しぶりですね。本当ですよ、お久しぶりですよ。また髪の毛が右側に偏っているやつ。そうなんです。生きてた。ちょ、左、あ、生きてます。左。じゃあ、なん、あの、本当に、椅子高えな。椅子高えよ。非常に申し訳ないですね。はい、これは公開謝罪会見ですか。博士さんどう思ってるんですか。しやめてください。でもそれはちょっと僕も謝らないといけないことがあるので、それは後日謝っておきます。ほんって。おー、すいすい。すいすい。すいませんでした。先生、あの、今まで、この、なんだっけ、課題やら、卒論やら、あの、就活やらで、ちょっと今、忙しくて、いやいやいや、今日はなんやっと落ち着いてはいないけど、時間が取れた。そう、今日は時間が取れたんで来ました。それお疲れ様です。就活大変ね。大変ですね。怖いわ。何社受けました？何社受けた？それがまだなんですよ。お前ちょっと待って、おかしいでしょ。聞いて。はい、まずくね。やばい。はい。待って、おかしい。俺、この間の話して、はい、どうぞ。じゃあ、聞いてください。豪雪とか、はい、入ってんのかな？入ってるな。入ってる。入ってるわ。はい。そう、豪雪とか、はいはい、なんか企業のね、単独説明会とか、はい、いろんなものに行って、うん。
怖えなってなって、怖えなってなんだよ一応でもこのねえほらそういうサイトがあるじゃないですか、リクナビとか、まあまあ、なんとかナビとかね、そう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 いうので、あるある、一応この予約とかして、うん、ちゃんと行こうと思って、うん、行ったっけ、まだ行ってないか、違う、だから来週からはもう忙しくなります。ああそうなんだ、じゃあ今予約が詰まってる状態なんだね。そう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 、そっか、びっくりした、この間話聞いた時はやばいんですよ、どこどこの会社受けるんでめっちゃ怖いですよって言ったから、もう行ったのかと思ったら、違う違う違う、今からかめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あ、じゃあ今からなんだ本当に。そう、今からです。あ、じゃあもう今日でめっちゃ怖い、一泊置いてからね。そう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 、だからちょっと息抜きに、息抜きにラジオってやばいでしょまあ息抜き、まあまあまあ、それ大事それ大事、大丈夫本当に、まあ、体制を整えるためにね。そうそう、体制を整える、体制を整えるってなんだろうなやばい、もう履歴書が全然埋まらない。あ、わかる、わかりますか、めっちゃわかります、めっちゃわかります、やばいですよ。もうね、もう僕が去年面接受けた時に2人面接だったんですよ、うん、僕と隣なんかどっかの一応同じ大学の女の子と一緒に受けたんですけど、その子が専門学校から2年終わって大学に編入してきた子で、履歴がやばいんですよ、うん、あの履歴書、そう、履歴書4つぐらい書く欄あるじゃないですか、うん、8つぐらい、あれに埋まってなくて別の紙用意してるんですよ、履歴、資格だけで。資格やばい、だって専門学校ですもんね。そう、専門、本当にそれはやばいわ、ブワーって資格書いてあって感じ、うん、俺やばい、普通自動車運転免許あと何個何個何個って、わかるわかるわかる、つらいつらいよ、全然埋まらないし、本当に埋まらない。しかもこの履歴書のこの自己 PR、うん、ああはいはいはい、自己 PR やらんね、で特技趣味、うん、でこの会社に対するこの意気込みみたいな、あ、この3つの欄が全然埋まらない履歴書の、あ、ごめん、ちょっと今言っちゃいますけど、履歴書の選び方がなってないやつ。違う違う違う、これあれ学校指定の履歴書ですよ。学校指定なの？そうそうそう、学校指定の履歴書。くそがー、くそがー。いや、学校指定の履歴書をね、本当に書くの大変だと思う。やばいですよね。三つ分けて書くの大変。そうそう、しかもバラバラ、なんだろう、まとまって買えないんですよ。一枚二十、あ、一枚三十円。え、そういうこと？履歴書一枚三十円。一社受けたとか、また取り直さないと。5枚ぐらい先に買ったんですよ、うん、あ、履歴書が20円で封筒が30円みたいな、うん、あ、そうそうそう、そんな感じで、っけな、茶色い封筒は20円だけど白い封筒30円みたいな、そう、じゃあ高い方がいいのかな、じゃあ白いのでみたいな絶対なんかその辺で買った方がいいわ、その辺のスーパーとかで、ね、なんか学校に履歴書が来てるやつは、うん、多分学校指定の履歴書を使ってくださいっていうのがあると思うけど、なかったら別に使わなくていいはず、まあ、言っていいのかな、言っていいのかな、あんま言わんとけえかなごめん、あ、ごめん、そう、学校ね、そこでさ、学生から金取んなよって言いたくなりませんとてもわかる、あ、でもでも、まあ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 ね、まあね、そこは多少、ね、わかるよ、これで必ず受ける、受かるなら全然いいんですよ。そうなんですよね、やらんとわからんけどそう、やらんと、やらんとわからん、やらんとわからん、うん、やだ、いや、でもまあ、まあ、そんな変わらんではある、履歴書1枚と封筒やって50円ぐらいでしょ、うんうん、でそれで5枚買ったら150円で250円だよ計算しろよ、やべえ、今ごめん、めっちゃ今封筒だけの計算で言ってたわすごいな、でもめっちゃ自信満々で言ってめっちゃ恥ずいんだけど、じゃあ50円でしょ、あれおかしいなみたいな、250円なら全然値段違うやんけ、それは3か、あ、そっか、あ、でも普通の履歴書も5枚ぐらい入ってないですか、入ってないな、3だったな、逆にさ、周りはもう決まってるの、ああ、あ、でも周り、うん、うん、やめましょう、やめましょう。なんか周りが決まってないからまあ大丈夫なんじゃないかっていうこの空気、本当ダメ。そう。本当ダメ。攻めの姿勢大事。攻めの姿勢大事。自分は自分で。え？まあ自分のペースでね。自分のペースでねってずる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 言っちゃうからね。そう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 。だからこうなるんですよ。ええ、ちゃちゃちゃ。俺はちょっと物理的にダメだったから。そうなんですよね、卒業しないと意味ないからな、やめろメンタルがいっちゃう本当にね、卒業大事、皆さん単位大事です、単位、本当何事も単位って、単位って人生の基本ですからね、そうだろ人生の基本だよ単位は、やばいな、落としたらもう人生終わりですから、違う違う、まあ、大丈夫単位って最低いくら取れば124、あそこな124、6、そんぐらいですよね、でもね、そうそう、あ、そうなんだ、あと2単位、あと2単位、うちな160があってどこっすか、某大学、某某某某160はえげつないかな、しかも自分で選ぶんじゃなくてもう決まってる、これ受けるなんか前言ってましたよね、そういう話しましたね、ラジオでしたよ、したか、したよ、どうさ、どうさ、覚えとけよ
マジか、160か。しかも授業が決まってるのはちょっとな。そうですね。一番遅くやってるのが2時間で1単位しか来れないとか。しかもそれが4時間入ってる。全然美味しくない。4時間やってみたい。みたい。うわ。コスパ悪。コスパって。コスパかい。辛いな。4時間やって、そう、普通1時間半やって2体もらえるところが4時間やらないと2体もらえないっていう。うダメですね。全然全ダメですね。ダメですねってなんだよ。絶望的。それ絶対受けないといけない。ああ、もう絶望的、絶望的。もうダメだ。もう鼻水出るわ。それは3年からあるやばい、鼻水出るわ、やばいです。鼻水出るだけで済むってやばいですよね。鼻水出るだけで済むだったら別に俺はそれでいいです。鼻水出てないと俺のところ鼻水いっぱい出すわ。教授めっちゃ鼻水出ました、退院くださいって。俺めっちゃこの鼻水やばくないですか。汚ねえ。めっちゃ汚いわ。やばいやばい。半分ぐらいも決まってるんですか。確か 50% の人たちは決まってるって聞いたよ。そうなんですか。ああ、まあ50% か。あ、でもね、3月ぐらいでしたっけ、解禁したの。解禁が3月だね。そうもう余裕ですね、うん、その時から動いてた。自分最近ですもん、動いたの。本当にね、そうなんだ。6月22日も合成だったけど、あ、7月1日か。1日と、あ、行きました行きました。行った。1日って何ですか。一品ですよね。行きました。待って待って待って、俺足し算できないので、そっちの確認の方がちょっと危ないぜ。じゃ自分一品って言うから1日ってあんまりでパッて出てこない。ああ、なるほどなるほど。うん、そうか。行ったんだ。行きました行きました。いや、合成ね。いろんなところ行って、なんか会社名出さなければ行っていいですよね。あのすごいなんか。なんでなんでなんで。なんだろう。すごいなんか言わされてる感満々の企業とかもありましたよ。あ、まあ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 。やっぱり怖かったです。うちに来たらもうなんか最高ですみたいな。へちょっと絶対嘘だろ。へみたいな。ちょ、疑いの目で見すぎでしょ。本当です本当で す、本当です。やばいですよ。なんかもうだって行った後にスッってなる瞬間が。わかるわかる、それわかる。来た方がいいですよ。やばいんですよ。あの、いい、終わった。そう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 、この一瞬の場、やべえ、ここダメだ、いや、ここダメだっていうか、怖ってなる。まあ、その人がそこに疲れてるのかもしれないですけど。言われてる、言わされてる。こっち側の人間だから。そうそうそう。ああ。ああ、なりたくないなって。そうなんだよな。働きますけど。いや、働くの、生きていくのは大変なんだね。うん、でもね、自分の好きなところ行った方がいいよ、一番。そうなんですよね。でも、自分のやりたいことが全然、ね。ね、ありますか。音楽以外何もないでしょ。それな。本当それなんですよ。プロなんでしょ。いや、もう半分半分プロじゃないかな。最近なんか、ま、感覚が麻痺ってきてるんですよね。ずっとずなんかもう4年生の時、え、違う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 、4年生の時からずっとギター弾いてお金もらってるから、なんかいけるんじゃねってちょっと思ってやってそう、だからなんかこの感覚がやばいので、ちゃんと昼の人間にならないとやばいんですよ。なんか昼もギター弾いて夜もギター弾いて、これお金入るからこれで生きていけるんじゃないかなって勘違いしてるけど、やばいやばいですやばいです。入ればラッキーじゃない。もうこれ入っ、まあラッキーですけど。社員になれよ。俺社員になった。ギター社員。ギター社員。ギター社員になったね。ギターの吹くところから始まる。嘘だろ。チューニングも一人一人違うのかな。うわちょっと違ってるよ。大変。いや、ちょっとそのチューニング半分の半分の半分違うんだけど。ちょっとお金もらってる。意味良すぎる。なんかね、やばいんですよ。ずっとやってるとなんか分かるんですよ。ずれ、なんかそこまで細かくは分かんないんですけど、うわ気持ち悪ってなるんですよ。おなんかずれてる、わ気持ってなんかずれてるっていうのは一応分かるんですけど、半分の半分は分かんない。分かんない。プロ本当にえげつないんですよ。あのヘルツあるじゃないですか。440Hz が基準のドなんですけど、1ヘルツずれるだけでも分かるらしいんですよ。1ヘルツってもう本当に分かんないですよ。1って440と441で本当にちょっと半分の半分の半分の半分ぐらい。それやろ、それ目指そうよ。頑張って。頑張ります。めっちゃ他人事。頑張って。頑張って。まあ、プロはえげつないよっていう話ね。そうでげすな。そうでげすね。そうでげすな。そうでげすね。あ、もうやりたいことがないから、うん、とりあえずちょっと給料のいいところに行こうって頑張ってる。大事。給料いいとこと、あと人間関係がいいとこ。ああ。でも人間関係は頑張って築いていける気はするね。ちょっと目そらすのやめてもらえます。難しいぜ。難しいですかね。その人間関係が超難しいんだぜ。ですよね。ちょ本当は人間関係なんかね、でもここでペラペラ喋ってるじゃん。
そんな感じで、ちょちょちょ、あれ、ちょっと野々村、あ、ぎぎぎやめろ、ぎ、あ、ダメだ、やばい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 、ちょっと NG ワード、NG ワードか、ちょっと耳が聞こえる、耳が聞こえてくださいよ。まあヘッドホンしてるから聞こえるわけ、あ、聞こえるか、聞こえるでしょ、がっつりは聞こえてるでしょ、まあ、むしろヘッドホンしてないより俺の声メイオリ聞こえてるでしょ。マイクが拾ってるからね。だってマイク拾ってるからね。聞こえるな。ほんとほんと。そう聞いてほしいんですけど、あ、ごめんなさい、喋りますか。どうぞどうぞ。怒りの怒りの。あ、怒りの。聞いてほしいんですよ。バン。そう、じゃあこの前学習したんですけど、はい、この採用試験を受ける前に、うん、この会社訪問行ってほしいって言われたんですよ。ああ。企業によってあるじゃないですか。あるある。やっぱ知った上で来た方がなんかねえみたいな、うん、入った後も大丈夫でしょみたいな感じで。でそういうそれのがあって、あ、じゃあ会社訪問行こうと思って、うん、会社訪問しに行ったんですよ。行ったんだ。一応行ったんですけど、あ、地元のところに店舗があるからそこに行って、うん、で自分本当に自分の意思がないんですよ、うん、正直に言えば。自分の意思っていうのを今まで考えたことがなくて、うん、周りに流されるがままに生きてきたっていう感じなんですよ。はい、そうそうそう、そうそうそう、だからあのなんか会社訪問に行った時に、うん、その自分対応してくれた人がなんでこっち来たのって言ったんですよ。だから自分正直に行けって言われたからです。やばい。で行ったからちょっと待って、行ったからあっちの人みたいな行けって言われたから、あ、目的はないのねみたいなこと言われて、あ、うーん、行けって言われたんで。そこ頑張れよ。で、あ、君って真面目なタイプなんだねって言われたんですよ。あ、すごいね、すごい企業の人オブラートで済んだね。目的持てよみたいなじゃないですか。でその後に、あ、あ、なんかその回答は高校生までなら許されると思うよって言われたんですよ。うん、大学生はもう大人だから自分で考えて行動しないとって言われて、だからなんか、うん、あ、社会勉強になってるなって思って、目的持って行動しようって思うんですけど、うん、まあね、二十何年もね目的を持たないまま流されるままに生きてきたからちょっと難しいなと思って、うん、だから一応今は何かに対してなんか何でもいいから疑問持つとか、そうやって目的を頑張ってなんか小さなものでもいいから探しながら生きていこうって思いました。すげー、進歩してんじゃん、うん、進歩しました。でも何も考えてない。いやでもでもそれを考える時点でもう変化してるからね。だよね、だよね、だよね。すごい、ちょっと言わなければよかった。何、ね、何この趣味みたいなやつ。気づいただけでもいいんじゃない。そう、本当に、それで一生の人も、そういうあなたに今日の一品が、ね、お、来ました。なんすかこれ、キャベツ姉さんからの差し入れで、ありがとうございます。なんですかこれ、なんですかこれ、あ、なんかこのお店ね、なんだっけ、なにこれ、これスコーンの店でしたっけ。え、スコーン、お、これラスクですか。ジャーダン、ジャーダン、スコーンのお店だっけな。あ、スコーンって書いてあるじゃん。スコーン、英語読めますか。スコーンって書いてる、ここです。ジャーダン、ジャーダンって読むのかな。キャベツ姉さんからの差し入れです。ありがとうございます。やったー、来てよかったな。来てよ、おい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 、元気なやつ。そう、なんかすごいいい感じに包装されてる。開けますね。よいしょ、開けながら開けますね。ちょっと待って、結構厳重にやられてるね。会社訪問行くべきですね。なんだろう、行くと印象が違う、うん、違いますね。こういう人がいるんだってなりました。あ、会社の雰囲気もわかるから、うん、そのなんかその会社が、まあ、なんかメガネ屋さんなんですけど、あ、でこのね、お客さんとの会話の中でお客さんがどういう性格かっていうのを大まかに把握したいから、そういう話術があるんです。へー、話術を磨くっていうか、そうらしいんですよ、うんうん、それでこのどういうメガネが合うかとか、うん、そういうのをあれするらしいんですけど、その対応してもらった人に言われたのが、君は自分を出さない人だねって言われたんですよ。君から引き出せる情報が、あ、君から情報が引き出せない。やばい。すごい、博士から情報が引き出せない。そう、引き出せないって言われて、ああ。スパイか何かなんですかね。スパイに向いてるんじゃない、スパイ。君から情報が。情報出さない絶対みたいな。私は FBI です。てか、お前何食ってんだよ。早いよ。皆さん、あざす。なんか。白紙食べてみて、食べてみて。うまい、素朴な味がする。素朴とは、うん、さあ素朴とは、いただきます。なんか匂い、なんかね、いいナチュラル、バターみたいな匂いがする。そう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 、
ただきます。長いですな。うんうん、あ、これはい。はいって、はい、ラベルもした方がいいな。こうか。あ、そうだな、見えんな、俺の手でな。はい、これでーす。ジャーダン、ジャーダンなってるかな。間違ったら恥ずかしいな、ね。これなんかつけたら美味しいかもしれないね。うん、ナチュラルな味ですね、うん、そのまま、ザそのままみたいな味。このままでも美味しいけど、うん、うまし。うんうんうん、なんかチーズつけたい。あー、いいですね。これだけでもうまいですけど、それも美味しそうですね。チーズか。なんだろうこれ。なんだろうこれって。なんだろうこれ。なんだこれ。なんだこれ。めっちゃ素朴な味がする。うん、なんかね、多分これいくらでも食べれるやつだわ。なんか甘いと思ったんだけど。そうそうそう、なんか、ね、いません。なんかいませんって、胡椒みたいなのいません。胡椒みたいなのいますよね。なんかいませんって、うん、焦った。俺も最初、あ、これ見た目絶対ラスク的な甘いやつかなって思ったら、意外に硬派な味がする、うん、硬派な味って言ったらなんかあれだけど、おつまみスティックみたいな感じ。姉さんらしいチョロス。あ、うめえ、よかったしいな。あー、またすぐこれ次回の飲み会の時にですね持ってこなきゃ。そうそう、次回の。うわ、手が脱皮してる。あは就活か。怖いやつさ。うん、そっか、うん、目的を持つか。うん、すごいな、なんか博士が一皮むけつつある気がする。なんかね、いい感じに、なんかね、どんどん食べてる。大事大事大事。あれじゃね、なんか給料がいいところに入るのもすごいいい感じにオブラートに進んでいくのも大事かもしれない、言い方を。給料給料、うん、世の中金だって。いやいや、全くオブラートに進んでないんですけど。むしろカプセルから出して現役飲んでる。でも、ね、統計っていうか今回の見てたよね、はい、給料がいいとこ流れていってる。そうなんですか、うん、しかも県内志向。あ、県内志向。最近今県内で給料高いところ行くんですか。うん、はぁどっこい。あぁどっこいってなんだよ、うん。やばいな、出遅れてしまった。でも本当に言われますね、最近は県内志向が強いって。うん、強い強い。僕もなんか3社ぐらい、ん、あ、別に何でもねえわ。普通に説明会とかで最近の子さ、あれなんですか、うん、県内志向が強いからね、内地に来たかる子はいないんだよって言われましたね。うん、結構本当にいないらしい。いない。一回出た方が楽しいんだけどね。そうなんですね。まあ、社も広がりますからね、うん、でも行きたいと思わんな。じゃあなんかそれをなんかいい感じに言うんだよ。それをいい感じに言うんだよ。いい感じに、いい感じに。例えばあれさ、まあ、めっちゃテンプレだけど、うん、沖縄で育ったので沖縄に貢献したいんですよみたいな。本当に思ってますか。だからだからオブラートに包めよ。ストレートに金が欲しいって言ったらあれじゃん。まあ、金が欲しいなら内地行けって話なんですけど。まあ、それもあるね。それもあるね。あっちの方が稼げるし。ひどい。ひどい。時間せかせかしてるよ。うん。ん？なんか、そう、やっぱ地域性ですよね。旅行に行って、うんうん、内地のコンビニに入って、もう店員さんの口調が怖かったんですよ。え？どういうこと？そうなんだ。なんか自分たちって、早くてもなんか、なんかなんだろう、優しくはないけど、うん、イラってこないと思うんですよ。まあ、自分の周りがそうなのか分からんけど、うん、いやいやいや、なんか内地のどっかのコンビニ、内地のコンビニ行って、うん、なんだったかな、なんかお手拭きありますかって聞いたらないですみたいな、なんかスパッて切られたんですよ。怖っ。まあ、対応した人が、まあ、たまたまね、イライラしてたとかそうかもしれないけど、めっちゃスパッて切られて萎縮してしまったんですよ。すいませんみたいな。多分それ内地の人でもイラってくると思うわ。ごめんなさいみたいな。嘘、こんな対応するんだみたいな。なんかすいません置いてないんですよとか、ティッシュとかありますよじゃないですか、うん、あ、なんか自分もコンビニ店員だからそうやって対応するんですけど、ないです。みたいな、怖い怖い怖いみたいな。多分それ9割の人ははぁってなる。嘘だろみたいな、めっちゃ怖えって。怖えよ、めっちゃ怖かったです。それは、ありがとうありがとう。いやいやいや、潰さないで。このコンビニ店員怖いやつさ、うん、もうダメだ、内地では生きていけないってその時思いました。メンタル
メンタル。本当にやっぱ口調って大事じゃないですか。そうね、本当大事、本当大事。これでどこスパって切っちゃダメじゃないですか。怖い。内地の人淡々と喋るじゃないですか。スパースパータンタンタンみたいな、なんか怖えよ。まあその傾向はあるね。人によるかもしれないけどね。内地の人って半分は田舎の方だから。そうなんですか。だって東京に出てきてるじゃん。あ、そうか。うん、まあ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 、そうですね。じゃあ掘り下げれば、ね。純粋な東京の人って少ないはず。東京で生まれ東京で育ってる人はいないのかあんまり。うん。そっか、そりゃそうだよな。へえ、やっぱ。東京は冷たいって言われてるけど、内地から出てきた人たちが冷たくなっているのかもしれない。内地から、内地だよ、どっちも。間違えた、田舎だ。田舎から出てきてる人か。他県から出てきてる、うん。優しい心を持って生きていきたいですね。本当ですよ、波に飲まれてああなったんだ。波に飲まれてああなった。嫌だな。そう、ああなるんだよ。やだ、いや、そこで、ね、優しい心、沖縄の魂を持っていきたいですね、うん、めっちゃいいこと言ったんじゃん俺今、やばいでしょ、聞こえなかった。ちょっと大事だよ今、俺めっちゃいいこと言ったよ今。めっちゃバリバリ食ってるから大丈夫かな。沖縄の心を取り戻すには内地で、うん、方法があるんだよ。あ、なんか沖縄の居酒屋に行く。沖縄県民が、うん、集まってる県人会や。そうですよね、うん。安心するかもしれない、同郷の人たちがいると。あ、辛いな。辛、う、い、ん。ちょっとなんかちょっとね、うん、ちょい辛い、ね、うん。うまし。胡椒もろに食ったかもしれない。東京。うん？博士のためにさ。博士来るとも思わなかったのに、博士のために。おお。ああ。シャリゾーノーマルバージョンだ。今さ、うん、これどこにもないんだよ。マジですか？どこ買ったんですかこれ？俺のストック。ストックやばいな。ストックからちょっと4つぐらいもらってしまった。チャリゾー、ちょっと握りつぶさないで。やめろよ。やった、かわいいだろ。これあげるよ。おい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 、私シャリゾー食うよ。俺もシャリゾー食べたいわ。いやいやいや、何その顔、何その顔。何すかその顔は。何言ってんのか分かんないです。いや、いいでしょ、俺キャベツ姉さんからの差し入れ食うから。うん、食え。じゃあだ。食え。食うわ。投票行った？忘れてました。今から間に合うから。間に合わねえよ。無理かな。無理かな。今からいとまは無理か。うん、無理だな。やめろ、個人情報出すんじゃねえ。ごめんごめん。帝国民ってことばらしちゃったら。ごめんね。じゃあやめろ。バカにするな。うわ。そう、休んでる間にいろいろあったんですけど、はい、まあ、言いたいこと何もないんですけど。おいおいおい、なんだなんだなんだ、いろいろあったの部分気になるじゃん。忘れた。あの、最近この大学のサークルの先輩が結婚式がありまして。あ、ね、はい、ありましたね。なんか言ってたね。こいつは来なかったんですけど、うんうん、面接があったんです、すいません。で、まあ、結婚式はまあ素晴らしいものでしたが、うん、いや文句ないです、素晴らしいものだったんですけど、はい、結婚式、結婚式ってこんななんだみたいな、うん、なんかすごいですよお祝い事って。こっちまでなんか嬉しいじゃないですか、うん、嬉しい、そう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 、本当に幸せもらえるってこのことだなって思いました。うひょーってなりました。いいですね。うひょーってなって、料理うめえなもうみたいななって、まあ話はそれの前に戻るんですけど、はい、結婚式だからドレスを買わないといけないじゃないですか、うん、でそんなの持ってなくて、うん、友達と買いに行ったんですよ、はいはいはい、で買いに行って、このお店の人がめっちゃフレンドリーな人で、なんか若いのかな分かんないけど会話しててなんか、それ面白いですねとか言うなら分かるじゃないですか、うん、何それウケるって言われたら、みたいな、おお受けますよねみたいな。フレンフレンなんかすごい、なんか口調がすごくてびっくりした。受けるみたいな。受ける。でしかも自分あのなんか前も多分言ったと思うんですけど、個人情報あまり漏らしたくない人なので、お店で自分の名前呼ばれるの嫌って言ったじゃないですか、うん、言いましたよね。言った言った。でそのドレスの時にも友達が名前呼んだから、これ博士じゃなくて名前で呼ばれたから、うん、ちょっとなと思って、ちょっと個人情報漏らさないでもらえますかって。そこまで徹底するんか。そしたらもう店員さんがもうウケるって言って、何個人情報、何それウケるって言って、なんかなウケるすごい頭の中で柳原かな子で再生されてるんだけど、ウケるってやばい、何今ウケる。新たな持ちネタが増えましたね。やめてください、ウ
給って言われて、で会計した後に気づいたのがその人店長だったんですよ。店長店長みたいな。店長なの？いや、それ食べたいかも、それ食べたいかも。はい、ありがとうございます。店長だったの？店長が受けるっつって。あ、でもいい。あ、そうなのか。まあ、うん、なんか親しみやすいっちゃ親しみやすいではありますけどね、うん、受けるじゃねえよって。最初は受けるじゃねえよてめえと思ったんですけど、切れてるじゃん。まあ、あとあとまあいいかってな。まあ、まあ、あのなんかそういうのが許される人いるよね、うん、本当に人柄大事ね。それですよ。大事。それです、まずそれですよ。その顔ちょっとじわるんですけど。やめてください。まあいいな、そんな感じで人と絡めたら本当にいいね。受ける。初対面で、あ、マジでお前顔受けるみたいな、名前受けるみたいな。初対面で顔受ける文句でしかない。そんな感じで絡んできて。もうそういう感じで人と絡んでいきたい。もやっか。うん。ん？お、お、お？お？食べてなかった。うん。もうずっとひたすら1年間か2年間ぐらい酔っ払いと絡み続けているから、もうなんかちゃんとした接客が今できるか怖い。うん。辛い。なんか普通にコンビニとか行ったらちゃんとした接客術が身につくじゃん。違う、なんか分からんなみたいなもん。やめてもらいます。やめてもらいます。ちょっとイライラだけが蓄積されてる。あ、まあ、それは分からんでもないけど、まあまあそこは置いとこう、うん、そこは多分どの業種でも蓄積されていくから、うんうん、そうかな、そうかな、そうでもない、そうでもないか、そうでもないか。人によりんじゃ、よりって、よりけり、人によりけり、人によりけりか、うん、うーん、前まではすぐ態度に出たんですよ、自分イラってきたら、はい、ってなでいいイラってなるんですよ。多分これたまに言ってるな、これないです。おしゃれないです。すいません、これ温めてできます。チッとか言ってなかったっけ。あー、言ってた。下打ちですか。下打ちを聞いたことない気がするな。やるってよく言ってなかった。あ、下打ち、あ、もう自分の言ったことに責任持てないんですよ、記憶ないな。あでも最近はやっぱり自分の意思がないところか、意識ない可能性もある。最近は心入れ替えて、もうずっと笑顔で接客してますよ。おお、大事大事大事。やってきても、はい。ありがとうございます。なんかそれがなんかまあまあいい、いい接客じゃん。そうですよ。手やんで。手やんで。もう酔っ払いと噛んでるから、ああ、飲んできてくださいよ。いいですね。飲んできてくださいよって。まだ飲めるんじゃないですか。いいじゃないですか。まだ行けます。まだ行けますとか言ってるわけ。やばい。わしょいわしょい。そうそうそう。まだ大丈夫大丈夫、行けます行けますみたいな。バイト中って飲めるの、お客さん飲まされるんじゃない。そうですね、たまにお客さんからおごってくれるみたいなこと結構あるんですけど、うん、まあ、お酒はちょっと僕は帰りがあるので、うん、まああんまり飲まないようにしてるんです、うん、お酒いただいても、お酒じゃなくて、あ、めっちゃ今ありがとうございます、あのウーロン茶もらっていいですかみたいな、大体そういう感じで結構お客さんがおごってくれること多いんですよ、言い訳で。あ、どうぞどうぞ。気を悲してるんでしょ。開けてほしいです。ええー。なんで？じゃあこれ食べたから。あ、手ベタベタ。そう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 。あ、滑るね。うんうんうん。ね？ん？ああ。開かない。任せなさい。じゃあリスキーに。ちゃんと開けて。パーンってやったら承知です。あ、いや。まあまあまあ、待てよ。五、いやいや、ちょっと待って。もうダメだわ。あ。こっちだけ開けていい。開いた。普通に開いた。普通に開いた。何も今までの何だったの。普通に開いた。びっくりした。ああ、ありがとうありがとう。普通に開いてびっくりしたわ。いいんですか。やった。ちょっと高ちゃんにキープ2つ取ってもらってるから。たかちゃん、うめえ。どうね、それたかちゃんね、うめえ。そう、たかちゃん決勝まで行ったらしい。らしいですね。うん、まだ出てこないんだけどさ、結果は出てないじゃん。もうそろそろ出るんじゃん。7時ぐらいまでって言ってたから。うんうん。お、ということはこの結果は来週ですね、お伝えできるのは。いや、来週来れないんだな。お伝えはできるかもしれないけど。たかちゃん、来週広島って言ってた。あー、大会大会ですか。大会だったかな。遊びで広島に行くの、ゴロムに来て旅行かい、連れてってくれよ、タカちゃん、広島行きたい、平和学習。
懐かしい。懐かしい。あれ行ったっけ？広島？あれ？なんかいあれ？やばい、行った行ったような行ってないような。行くって GO の意味ですか？うん。行ってないですよ。行ってない。うん。だって修学旅行って九州でしょ。長崎とか違ってね。うん。長崎。いや。行きました。そういえば、あ、行ってます。僕びっくりした。行ってます。普通に行ってました。大丈夫で、ね、何でもないです。行ってました。え？そう、めっちゃ。あ、でも何でもないわ。これ多分、うん、何でもないです。行きましたね。行きました。行きました。普通に行ってました。なんだてめえ。小学校の頃行ったんですよ。え、なんで？あ、普通に旅行で。旅行で。家族で。家族で。うん。いいな。普通に行ったんですけど。うん、なんかめっちゃそこで変なじゃないわ。何だったんですか。全く分かんないですけど、なんか。知らんことめっちゃ仲良くなったんですよ。家族ぐるみでもないんですけど、行く先々で会った子がいて、うん、同じルートでも会ってたんだ。なんか本当にそうなんです。どっちも本当に面識もない上に家族も全然別々で来てたんです。そういうパックみたいな旅行なんですかね。もある。なんなの、違う気がする。ツアーじゃないですか。ツアーじゃない、普通に俺たち。そうじゃない、ツアーじゃない。で向こうもなんか全然なんもなんかそういうもんじゃなかったのかな。まあ小学校だからあんま覚えてないんですけど、すごい不思議な出来事で覚えてて、本当に行く先々であって、うん、あ、別の家族とってことですか。その子とだけ。家族は覚えてないわ、うん、多分その子もアウトさんと来たみたいなこと言ってたんで。それ人間ですか本当に、ね、ちょっとね、今思ってるの、なんかすごい不思議な体験で、行く先々でその子に会ってすごい仲良くなって、顔も名前も思い出せないけど、うわやば。え、でもなんかちょっと今自分で言って怖くなってきた。でもなんか、うん、不思議だな。え、何でも旅行で、仕事でしか行ったことない。あー、つらみ。しかも東京から新幹線で日帰り。やだ。3回ぐらい。うわ、日帰りって全然行った気にならないですね。ならないならない。ましてや仕事だしな。行き5時間帰り5時間だぜ。うわ、いやもう本当に用事済ましたらすぐ帰るレベルじゃないですか。5時間5時間って、うん、だから夕方5時6時にはもう新幹線乗らないと最終電車に間に合わない。いや日帰りはね、ちゃんと旅行行くなら旅行行きたいな。チャリゾーメ、チャリゾーメ、ちょうどえ普通にくれよ。サンキュー。旅行ね、旅行ね、うん、ちょっと止めてない。いいです、いいです。何ですか、何ですか。いや、全然話が変わるんでやめようかなと思って。いいですよ、ポン。あ、ポンじゃない。うん、旅行行きたいな。ほんとそれっすね。はい、切る。旅行ね。まあ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 。何の話しましょう。え、なんか今話しようとしませんでしたっけ。なんだっけ。忘れてしまった。そんなバナナ。そんな。ここで博士の一発ギャグが。やめろ。普通にスッてねじ込まれてちょっとびっくりしたわ今。でも四国以外はね、だいたい行ってる。四国以外ですか。四国だけ足踏み入れてない。あ、四国か。何が。四国行ってみたい。四国って愛媛とかがあるところ。そう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 。よかった。うどんが食べれる。だった。香川。香川。あと二つは。あ、いや。高知。当たり。なんてここは？徳島。当たり。あ、なんでわかるんだよ。今、うわ、答えられねえで終わりが。いやいや、また一件だ。全部言ったっけ？うん、全部言ったか。うん、言ったよ。ごめんな、ちょっとあのフラビちゃんとへしょっていくタイプの男だから俺。クソ野郎。じゃあ九州はいるの？九州は。九州は無理っすね。九州は無理っすね。九州、本当に小学校の頃47都道府県覚えるじゃないですか。みんな覚えてないですか。俺全く覚えてないんですよ。何がどこやるか俺未だに分かんないですよ。何がありました九州。鹿児島がある、長崎がある、熊本がある。まず何個あります。九州7個ぐらいでしたっけ、うん、鹿児島、九州、長崎、うん、鹿児島、九州、あ、違う、鹿児島、鹿児島があって何言った、鹿児島、九州って言ったな。長崎がある。鹿児島、長崎、熊本、熊本、
俺さっきそれ言ったな、3つまで言ったな。で佐賀、あーえ佐賀、佐賀そこなの、佐賀そこなの、細いのが佐賀ですよね。細いの、あなんか大丈夫大丈夫大丈夫、だ強引に言ったら強引に言ったらその強引さ大事大事、自分の地図の中で細かった。待って博士の中の九州どうなってんの。一番忘れがちなとで、あとはなんだっけ、福岡、あそう、うん、福岡だ、福島じゃない、いや福島は東北の方やから、あと2つ3つ、あれなんだっけ、日本地図覚えないといけないっすね。ね待ってよ、いやいやそこは多分もう後から覚えてる。何言ったっけ、何言ったかさえも分かんない。あれ言ってねえのあれ誰だっけ、鹿児島、熊本、大分、あ大分行ってない、大分行ってない、行ってない、佐賀、はい、福岡、うん、増えた、いや増えてない増えてない、減ってる減ってる、あと福岡、いたいたいた、今言う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 、あれ減った、やめ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 、これやめ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 、勉強しよう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 、やっべ3日あるじゃん、でかい県がありましたっけ、大分の下、大分の下、まず大分がどこなのかもよく分かってないですからね、それね、本当に覚えてないです、小学校の頃覚えなかったツケが今回ってきてる感じ半端ないな、覚えても忘れますからね、ちょっと覚えたけど忘れても。じゃあもう一個ね、宮崎、なあなあ、どげんかせんといかん、忘れてた、ごめんな、そげんこつはごめんな、覚えとかんといかんぜよ。最近方言しゃべる女の子と関わる機会があったんですけど、方言いいっすね、うん、方言やばくないですか、その普通にしゃべってるし、普通に普通にしゃべってる、普通にしゃべってるんですけど、最近そうなんか普通にあのお客さんの中で方言しゃべる人と絡んだんですけど、方言ってどの、どこだろうあれ、あなんか地元じゃないのか、そう沖縄の方言ってもなんとかバイみたいな、バイは言ってない、なんとかないよってどこだろうあれ、わかんないんですけど、それだったら奈良とか、奈良なんですかね、名古屋違うな、名古屋真ん中ら辺ですか、うん、方言いいっすね、ちょっと鼻水でそんな感じ。ちょっとなんかちょっと初めて方言ってなんやろなみたいなちょっと思ったんですけど、いいっすね方言。そうですか、ふんみたいな、ふんみたいなやめてもらえます。シャリ染め定期的にぶっ込んで、なんかさ沖縄の方言ってさ強い、強いべ強いべ、なんだかなんとかバイオって強くない。なんかもう強いべ、なんか言いたいの分かる、分かります、伝わった伝わった、お前ナンバーってやばいでしょ、なんか喧嘩腰なのかなみたいな、そうなんかテンション高すぎてこれ喧嘩売られてんのかなって思われたやつ、お前なんとかばよみたいな、強い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 、死になんとかみたいな、女の子が死になんとか、お前なんとかなんとかよマジなみたいな、喧嘩売られてんのかな、もう俺言わんけど、なんとかだばよ、そうそう、本当にや、マジに何とかなお前みたいな、強いやばいですよね。やばい。殴ったアガーっつって。アガーは許される。アガーは許されるし。アガーは許され。アガーは許して。たまに出ちゃうから。アガーって出るんだ。うん。出る。出ます。なんか油断してると出るんですよ。まあ出ます、ね。アガーってなんか本当にこんな感じでガンってぶつけたらアガーみたいな。ちょっと腕痺れるところあるじゃないですか。この辺のガンってぶつけたらアガーみたいな。なんだ、怖い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 、分かる分かるし分かるし分かるし、ガミだあがみたいな、指先までしびれてる、いやなんか指しびれるんだけど、なんばこれみたいな、なんか出るか、たまに出るんですよ方言、なんか全然出ないんですけど、お申し訳ない、申し訳申し訳、おだまりおだまり、方言の地域によって違うのって面白いですよね、うん、なんか中学校まではやっぱ地域の中学校じゃないですか、引っ越しとかしない限りって、うんうん、で高校になったら、まあめね、遠くなったりとか、うんうん、まあ、近くのところだとしても遠くから来るとか、うんうん、別の地域からの交流があるじゃないですか、やっぱり、うん、めっちゃ面白かったです、方言の違い、方言っていうか、うんうん、大学入ってそれが顕著になって、うんうんうん、北部の人すごいんですよ、なんかもう同じ沖縄に住んでるのに明らかに訛りが半端じゃないんですよ、そうなの、
宮古島が一番強いですけどね。宮古はもう半端じゃないよ。宮古はもう単語単語違うからね。そもそも言語がみたいな。もうおじいおばあはもう何喋ってるかがわからないレベルで。うんうん、そうあのあれそっか博士たちの世代はいなかったいないか。あんまり訛りが強いの。俺ひげ先輩があるじゃんひげ先輩。俺なんかの横俺なんかの世代にひげ先ひげひげドラマーのひげ。はい。ひげメガネ。はい。わかる？喋ってください。検索しとくんで。いや検索し。本当に同じ世代なのに明らかに喋りが違うんですよ。どう言ったのあの訛りからどう真似したらいいのかな。なんかそもそも物に対するイントネーションが違うみたいな。何が分かりやすいの？沖縄の人？沖縄の人です。もう完全に沖縄の人なんですけど北部の人なんですよ。やっぱり北部に行くと北部に行けば行くほどもうヤンバルの奥とか訛りが半端じゃないですよ。同じ沖縄なのに。ヤンバルの奥ってやばいですね。ヤンバルの奥。ヤンバルの奥は。ヤンバルの奥やばい。ヤンバルンバ。ヤンバルンバ。ヤンバルンバマジやばい。僕あの地元っていうかおじいおばあがヤンバルなんで結構そっちに行くことが多いんですけど、すっごいです。やっぱ同世代の子が集まるんですよ。あのお盆とかで。通じない。あれみたいな。おかしいな。そんなに難しいんですか。難しいっていうか、ね、なんかえ？イントネーションは違うよ。イントネーションがもうバリバリって本当に違うんですよ。うん、イントネーションは違う。もうそれでも奥の奥の子と喋るともう本当にあれ？みたいな。あ、ごめんなんて言ったみたいな。わかんない。おま。なんかあれの味がする。だしの素の味がする。うん、だしがき、だし塩味って。あ、うま。いいですね。おめはそう食った。これもうまいから。社族とか。いやいやいや。じゃあ、俺の名前ある。え？名前ある。名前？名前。どんなさんですか。名前あるやばいな。名前があるよ。名前はまだないっていう。名前はある。名前はあんま感じないですね。でもなんか普通の名前だったら。自分たちも訛りだから何が訛りかわからないじゃないですか。訛ったね今。何が訛りかわからないじゃないですか。照れる。そう照れるみたいな。このなんかこの微妙な訛りイントネーションの違い。あれみたいな。ね照れるって言うんですかね。あなんいや照れるわーみたいな。照れるわで照れるみたいな。照れるわーを照れるわーを照れる。よかった訛りバレないで。お訛ってるんですか。いや訛ってないから。うん。ナイちゃんに間違われる。うーん。ああそっか。内地にいた時も沖縄人って思われる。ああ、うん、そうなんすか。内地訛りか。あでもそうだね、博士の言う通り俺なんかも訛ってるから分からんかもしれない、うん、だって今日何回もなんかこいつイントネーション変だなっていうの何回もありましたね。そうやろ。ありますよね。嘘やろ。ありますよね。あこいつ今訛ったなっていうのを何回も言わないだけだって何回もあります。嘘やろ。自分自身の訛りもちゃんと気づいてます自分は。あそうなんだ、うん、照れるはちょっと気づかなかったけど。照れるは分からんな。なんか意識していてだけかもしれないし。訛りか、うん、一応ヤンバラだからね。あそうなんですか。ヤンバラだ。ヤンバラってなんだ。ヤンバラって。ヤンバラだ。そんなこと言って俺もヤンバラの血を引いてるぞ。ヤンバラだ。ヤンバラすごい。ヤンバラってなんだよ本当に。ヤンバラの人。ヤンバラか、うん、中身ヤンバラスパイク大好きだからね。いやあれスパイクやないん。スパイクじゃないけど滑るやっしょあれ。滑らないからもうちょっとヤンバルスパイクをなめるな。ヤンバルスパイクの底力を。雨の日ヤンバルスパイクで滑るでしょ。ああ滑るでしょ。あの銀色の下水道のやつの上とかあれとツルンっていくから危ねえ。本当にやばい。マジ危ないですよ。いや派手にぶっこけたことがあったから恥ずかしい。スパイクじゃないな。だけどあれはスリッパじゃないって。これも違うじゃないですか。なんか地域によってサバって呼ばれる。ヤンバルスパイク、島ぞおり、サバ。自分ずっとサバって言ってて、うん、大学入ってサバがさっつったらサバって何って言われたんですよ。魚かなみたいな。サガラ？サガラみたいな。い違う。今日履いてるサバさって。は？何ってこいつ。うん、いや俺スリッパ履いてるけどサバって刺身かなみたいな。やばいでしょと思った。それ言われた時本当にびっくりしたわ。いやこっちもびっくりしたわ。おかしいなって。生魚入ってないんだけどなみたいな。くせえ。そういうのがねあったあった、うん、サバ通じね。サバでも結構おじいおばあ世代は言うね。言いますかやっぱり。この間ばあちゃんち行ったら、うん、またサバ入ってんのみたいな。これとやっぱりじいちゃんばあちゃん世代は言う。ほらね、うん、世代が違うから仕方ないね。て
と違うからね。一歳しか変わらない。そっか。そうだよ、一歳しか変わんねえですよ。そっか。残念ながら。みんなはみんなもっと離れてるって言うんですよ。一歳しか離れてないのに。あんまりでもあんま年上ってのも信じられないからな。怖いですね。そう、恐ろしくないですか。これ僕の先輩ですよ。恐ろしくないですか。ちょっとあ違う、こっちだ。こっち。こっち見ててるの違うわ。一歳上です。信じられんわ。しゃあないよね。しゃあないね。うん、しゃあないね。自分の周り若いもん。すごい、なんかちょっと自分も若いですみたいな。そうそう、自分の周りが若いから自分もその波になんか飲まれて。あ、でもそれはそれもある。本当に自分の年齢分かんなくなります。俺の周りも若いもん。あら、若々しい。だから永遠の29歳です。29歳ピチピチです。やばいな。本当にそれはある気がする、うん、周りが若いとなんか逆に周りが年上ばっかだと結構大人びれる気もしますね。だからね、同級生と話が合わない。全然合わない。周りが若いから。というところで、お、時間がもう1分少々経ちました。でもなかなかな、はなんかあっという間に終わったって感じなんだけど、うん、後半スペシャルゲストも登場しましたしね。後半も、後半か、後半でもないか、割と前半ラインに入ってる。で、来週どうしようかって考えたんだけど、うん、お休みにしようかなと思ってます。はい、あー、わかりました。シャレ族います。まあ来週お会いできないのは残念ですが。残念ですが。本当にそう思ってる？だから疑いの目やめてもらえます？そういう疑いの目を持つことは大事ですけど、表に出していくのはいけないことだと思います。いやいやいや、ということで、あ、お別れとしていきましょう。はい、ありがとうございました。ございます。今度は再来週ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、チャオ、またね。忘れるところだった。こっちだ。こっちだよ。またね。まあ、もうチャイ。シャリゾウめ。エンディングでシャリゾウめえ。小声でシャリゾウめえって。ワンモアタイム。はい、またねー。